ミニマルミュージックは音の動きを最小限に抑えパターン化された音形を反復させる音楽。現代音楽のムーブメントの一つ。1960年代から盛んになった。単にミニマルと呼ばれることもある。ミニマルミュージックは1960年代のアメリカで生まれた。この時期、テリー・ライリーのインシーやスティーブ・ライヒのイッツ・ゴナ・レイン。 カムアウトなどの作品が作られている。ラモンテ・ヤングの弦楽三重奏をミニマルミュージックの始まりとする説もある。同時期にヨーロッパではルチアーノ・ベリオ、ジェル・ジリゲティ、ヘンリク・グレツ・キラも単純反復による音楽語法を試みており、これらの作風はアメリカのミニマルミュージックと類似している。1968年には当時、 音楽評論家として活躍していたマイケル・ナイマンがコーネリア・スカーデューのザ・グレート・ダイジェストを表す気は当時は抽象絵画などを表現するときに用いられていた単語ミニマリズムを文中で用い音楽評論で初めてミニマルの概念を持ち込んだナイマンは1974年の著書エクスペリメンタル・ミュージック ケージビヨンドのラモンテ・ヤングに言及した節で、ヤングのベーベルン調子を取り上げ、ミニマルなプロセスの音楽の起源をセリエリズムであると主張している。ヤングは、セリーが形を変えて提示されても同一音高が同一オクターブで演奏される傾向を性的と解釈可能であると見たのである。エリック・サティの後期作品の一部は、必要な反復によって曲が成り立っており、 ジョン・ケージの初期作品に影響を与えているという点で、ケージの後に続いたミニマル・ミュージックへと続く音楽史の脈絡に深く影響している。日本における潮流としては、吉和田、近藤譲る、藤枝守らが、欧州における潮流としては、トム・ジョンソン、ジェル・ジリゲティ、ジョン・マクガイアーらがミニマル・ミュージックに類似する反復語法を自身の語法に取り入れている。 作曲家の被災史上は自らのコンサートの一部においてミニマルミュージックの語法で書かれた作品を上演している。また反復を基本とするオスティナート語法での作曲を長年続けていたイ・フクベ・アキラのもとへテリー・ライリーが表敬訪問した。ありがとうございます。